マノッチです。エガンやっていくよ。もう夏負けてっからねもう負けてっから、もうすごく寂しいから、はい、もう頑張れるやが良くないんじゃないのか。ちょマネージャー変えようか。はい、君だ、岸本くんだ、くんじゃないか、岸本さんだ。いやーやだな、目すごい近づいてんじゃないか。今日ね、どこぞのアイドルだってね、こう、ま、なんでもないわ、なんでもない、はい、なんでもないよなんでもないよ。目がこうギュッて寄ってるアイドルだってセンター初なんだから。今回の栄冠、ホームランが少なくなったと結構言われているようです。個人的にホームランが異常なまでに出やすくなってると思います。どっちなんだいと。どっちなんだろうね俺はまだね、なんだろう、ああ出やすいな出にくいなっていうのをね判断できるほどの場所にはいないんですよね。能力的に相手もそうだしこっちもそうだし、ホームランバッターらしいバッターと出会ってもいないし、いないから、あ出ねえなとか出るなと判断はしにくいね。で試合で言えば積極打法はマジであんまりハマらない。いやこれね俺もなんか感じたね。なんだっけ、消極打法だっけ、身長か身長か、あんまり選びたくないんだよな俺の性格的にな。うん、ただねなんかお任せっていうのもな、どうにかしたいですね。これだっていう戦術をどっかで見つけないと波にも乗れないよね。白崎の弾道を上げないでしたっけ。別にそんな縛りはないんですけどもね、どうしようかって感じですね。なんかそのまんまでもなんか打ってくれてるしなって感じなんだよね今はね。コメントするの久々ですね。覚えてますかね。覚えてるよ。栄冠を何年もプレイしていて未だに育成が下手くそなマノッチ好き、ありがとうありがとうもう俺はね財力にものを言わせたい。だからもう誰かプロ入りしたらね、あれですよ、あのクラウド機能ですか、セーブダウンロードしてで消してダウンロードしての繰り返しでなんとかパワーポイント稼ぐから、もうお金で彼らを救う。さあ新チームになったんだけども、今現在どうなってんですかね。オーダーは野手陣は全員入れるのか。お前適性持ってねえじゃんそっか、いや木田君になんじゃねえか普通に。外野それか白崎を、待てよ、この能力でショートやらせたくねえな、怖いな。おちょっと待って、いろいろ待って怖いなサードでしょ、セカンドつけようか、青田、鴨川キャッチャーかな、待てよ、うん、いや外野だな、灰原にも外野つけるか。やっぱどっか守備位置持ってた方がいいよな。灰原外野、青田セカンドかな。うんっていう感じでいきますか。はい、ちょっと練習指示引いてほしい。今できないでも守備位置どうしようもないのも今俺。じゃあちょっと観戦してから5行こうか、はい、行こう。あ合宿だ、プロ止まりてえな。ちょっと試合はしないわ、はい、
1。よし、じゃあ烏丸いいよ、スカウト評価だけ異常に高いよ。もう烏丸プロ入りいけるだろう。もう入ろう。はい、合宿。キャッチャープラス2欲しいな。木田君に関してはピッチャーとしての期待は全くしてないから、守備職人か、守備職人持っとくか。はい、はい、もう木田牽制を覚えたところでさ、いやこれはキャッチャープラスに行きたいかな。キャッチャープラス2だな。いやまあ覚える気はしなかった、正直。これかな。やっべ、木田の牽制しか覚えてなくない？木田の牽制のみだよね今んとこね。早球は青田確か C あったんだよな、悪くないはずなんだよ。内野安打そんな足速くもないしな、みんなな。いや俺これね、ラインドライブ怖いな、覚えていいのかな。なんか弾道が変な感じになっちゃいそうで、いいか、いくか。怪我しにくさしいなと。どうしよう、マジで夏って得るものないよね。去年の夏も何も得るものなかったもんな。あー違う、打つ。カーブを上げちゃいたいっちゃ、150キロまず目指したいかな。鴨川市ですね。ミート上げましょうか。走力も D 持っていきますか。いや走力どうする、捨てちゃうか、弾道2にしちゃうか。黙ってても打ってくれるっていうのは魅力的なんだけど、この熱血を生かすにはやっぱりあれだよね、弾道上げ2は欲しいよね。あとパワー66は生きるよね。そのホームラン出る出ないは別として置いといてね、やっぱパワー66は生かしたいよな。あげちゃうか。それが外野の適切、何をどうしたって足りなくなるから、何かがやっぱ二遊間の守備はしっかりしてたい。弾道上げましょう。で青田サブポジセカンド、いいよ、ミート力いい感じよ。ミート A 持ってこ。プロ柳サブポジガイア、カラスマ、
したたか総力補給か。とりあえずパー D だな。で、君よ、使い方が難しい。いっそのこと代打の切り札にするか。いや、絶対に外野かなんか持ってた方がいいわ。ちょっと待って、どうなってる？肩上げとこうか。きついなきついな。48月の10日にまず泊まろうや。14でいこうか。4、はい、おい、プロには止まりたいけど、これもしゃあないですね。3行きましょう。プロというかスカウトか。アベレージヒッターとかないっすか。ないっすね。チャンスもねえのか。いや、左投手プラス2だろ。これだ、頼むぞ。切った、よし、いいね。これは星マーク止まろう。肉屋が魅力。上行きましょうか。はい、おい、秋までに間に合うよな、守備位置間に合ってほしいな。間に大丈夫だね。サブポジ自体早いよね、結構ね、確か。ならずってくれ。はい、うちの鶴岡なんてのどうだい。ミート力だけだったら日本代表レベルだよ。何の実績もないけどな。3が欲しいな。ねえんだもんな。9月、補給43、素敵、いいね。まずあれですね、肩、守備、補給、これはもう全部 D にしたいな。正確なに、あ、普通か。弾道2になったね、いいね。いやー、やっぱりあれだな、守備補給、ここはシーズと欲しいな。ショートやるなら、後にキャッチャーやるにもいいだろう。守備、青田がセカンドついたんだね。守備 D つけましょうか、にしましょうか。頑張って、肩が絶望的にないのよな。外野 OK ですね。はい、補給どうしようかな。守備力先 D 持ってっちゃうか。
まずオール D だな。そっから考えようぜ。カラスマの道は。君ガイア賞終わってないの？終わらして頑張って。はい。練習指示ここで弾けたのいいな。灰原のやつが終わったらなんかいじれるもんね。はい。5。はい。小樽南高校。ああ、ちょっと前評判で、ちょっと勘弁してよ。勘弁してよ。前評判いい来いよ。いやもうね、やる前からね、もう心折れちゃいけないよ。ね。はい、バラ終わってんね。よし。さあ、何を鍛えるか。まあ言っても代打の切り札なわけよ。チャンス C。まずミート力だ。ミート C だ。もう守備はみんなに頑張ってもらおう。まああれですよね。現状何をやりたいかっていうより何ができるかですよね。はい。はい。じゃあオーダー。まあ一番あれですよ、白崎ですよ。いい具合にバント持ちとかいねえのか。いや、なんかあれだな、守備力ばっか気にしてやってたけど、君ミート18しかないんだね。ちょっと待てよ、肩が16だろ。あーやまあ守備力的にやっぱ黒柳か。打順が決まんねえな。カラスマ2番だ。満塁男を生かすにはやっぱちょっと5とか6ぐらいに置きたいな。4番は、いや待てよ、こうかな。どっちにしろきついな。いやチャンスいいだし、なんかちょっとでも多く回したいな。打順をな、3番にするか。カラスマキャプテン4番、キャプテン4番収まりいいだろう。こんな感じかな。きついな、きついことはもう変わらないな。あと守備位置大丈夫、ショート、キャッチャー、ファースト、サード、セカンド、レフト、センター、ライト。はい、厳しいね。うん、まあこんな感じでいきましょうか。もう赤マス入るしかないから、ここで終わっとくわ。はい、小樽南、ジャイアントキリングしてやるよ。もう何試合かやってるわけだから、何が有効何が有効じゃないっていうのはもうだいぶ分かってきてるから、できるだけ有効なものをチョイスして、
食らいつきましょうよ。大丈夫大丈夫、うちピッチャーはいいから、ピッチャーはいいから、多分ね30回ぐらい試合やれば1回勝てる相手なんでね、多分ねその1回を引こうやね、そんぐらいのことしましょうよ。もう過去には名将と言われた監督ですから、そこを引きますよね。はい、じゃあ終わる、さよなら。そうしようか。